明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いいたします。新年一発目はお仕事の動画になります。ハッピーホームパラダイスを導入しました。イエーイそしてインスタグラムもこの度始めましたので、概要欄に詳細を記載しておきますので、よければフォローしてください。お願いいたします。それでは早速お仕事の方していきたいと思います。今回は安らぎの読書タイムというタイトルで、エルフィンちゃんの別荘作りをしていきたいと思います。読書部屋みたいなイメージだと思うので、本棚をたくさん置いてリラックスできるような部屋を目指していきたいと思います。ハッピーホームパラダイスの初めの方は家具があんまり数がなくて結構難しいんですけど、なるべくこの小さい部屋を広く見せるように、棚系の家具をしきりに使いながら、なんとか工夫してやっていきたいと思います。壁に沿って家具を置いていってしまうと、真ん中の空間が使えなくなってしまうので、なんかデッドスペースみたいな形になってしまうので、私はよく棚を真ん中に置いて仕切りに使うようにしてます。こういう時は、絨毯、ラグも合わせて空間を二分割してるっていうのを強調するようにしています。今回はベッドスペースとリビングみたいな空間に分けて作ってみました。皆さん、お正月はゆっくりできましたか？私は大晦日と元旦はお仕事だったんですけど、それ以外はゆっくりできて、友達にも会えて結構充実したお正月になりました。初夢も見たんですけどこの YouTube のチャンネルの登録者数が26人になってる夢を見ましたいや、夢やからもうちょっと100人とか1000とか1万人とかでよかったのにちょっとその時23人だったんで、3人増えて26人になってるっていう夢を見ました毎回動画を出すたびに登録者さんを1人増やそうっていうのを目標に動画投稿しているんですけど、やっぱりちょっとでも増えてくれるとすごい嬉しいんですよね。その嬉しさが初夢にまで影響してきましたまあコツコツと一歩ずつでも着実に2022年も頑張っていこうと思っております。はい、これで部屋の中は完成です。ぐるっと一回転させてみます。はい、じゃあ次はお庭をレイアウトしていきたいと思います。中のお部屋を春っぽくしたので、季節も春を選びました。地面はバランスを見て、均等じゃないように
敷いていきます。結構アンバランスにした方がこの隙間とか境目、地面と地面の境目があんまり目立たないと私は思うので、こんな感じで敷いていきます。今回は木が桜だったので、低木はあんまり色が被らない白い、プルメリアと金木犀、オレンジの金木犀と黄色の金木犀を使いました。低木も成長段階を選べて、つぼみとか何も咲いてない状態とか選べるので、色味を見ながら私は変えています。家の周りが貧相だとちょっとスカスカに見えてしまうので、柵を使ったり、今回はこの丸太の杭を使って密度を出しました。今飾っている奥のスペースはちょっと大人向けのコーナーにしようと思っているので、暗めの色を使っています。今飾っている手前のスペースは、さっきの奥のスペースとは対照的に子供が集うようなイメージで飾ってみました。このシンプルなスツールをカラフルにしてたくさん置くことで、キッズスペースみたいなイメージを持たせられたんじゃないかなと思います。最後に桜の木のサイズを迷ってますが調整して完成です。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。初めてのハッピーホームパラダイス、いかがだったでしょうか。初仕事だったので慣れないところもたくさんあったんですけれども、これからもっと頑張っていきたいと思います。この後エンディングつけておりますので、よければ最後まで見ていっていただけたらなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。